元気そうね。少し休め、ランビー。このカビ臭い部屋から出てグランテブリッジャーに向かおう。今から行くの？本当に？ああ、働き詰めで疲れたって言ってたろ。足を伸ばして新鮮な空気を吸うといい。確かにそう言ったわ。あなたの言う通りね。行きましょう。ついてこい。今日ロングシップは使わない。この小旅行は二人だけのものだ。問題か？いいえ、新鮮な空気と太陽さえあれば文句なしよ。いつもロングハウスにこもってるから。グランテブリッジ社に入るならどこかで川を渡らないとな。いい方法を知ってるなら教えてくれ。泳ぐってのはどう？泳ぐだって？それって冗談か。小舟でも馬でもいいけど、たまにはそういうのもいいんじゃない？ようやく着いたな。ようこそグランテブリッジへ。早速ロングハウスに向かおう。ああ、想像してたよりずっと大きい。素朴で木のぬくもりがあって、どれもこれも真新しく見える。相馬の指導のもと、夏の軍団は小さかった村をここまで育て上げた。ルンデンの近くに交易の中心地を作り、ウェセックス攻略の起点にしようとしたんだ。本当に立派な町ね。建築にも工夫を凝らしてるのが見て取れるわ。これはこれはエイボルじゃないか。この辺であんたの顔を見るなんて久しぶりだな。お前は見覚えがあるな。相馬の忠実な部下だ。マグニと言ったか。そう、よく覚えてるな。また会えたな。こっちはランビー、良き友であり屈強な戦士だ。よろしくランビー。エイボルは素敵な女性と友達になりたがる癖がある。実は私もそう思ってた。もっと人がいると思ったんだがな。マグニ、何かあったのか？相馬は戦士を集めて西へ出てるよ。オクセンフォータとの間に新しい攻撃路を開こうとしてて、ね、過酷な状況になって初めて自分が指導者の器じゃないってことを思い知ったよ。どう過酷なの？ああ、ならず者の集団が近くに居座ってるんだ。ここから東の川沿いにいる。奴らどこでもここへ向かう人間を手当たり次第襲う。噂はすぐに広まって商人が寄りつかなくなった。あまり長引くとこの町は機能しなくなるな。すでに機能してないよ。俺は馬を奪われた昨日の朝のことだ。ならこれから私たちに任せて。馬が見つからないなら新しいのを調達する。ああ、それはありがたい。俺からは何も礼ができないが、族どもは間違いなく何か持ってる。そいつは何でも持っていってくれ。決まりね。私たちで対処するわ。ほらエイボル、野営地を略奪しに行くわよ。ならず者は川沿いに居ついてると言ってた。東の自分から戦うと申し出るとはな。これがお前の考える郊外での気晴らしか？そうみたい。自分でも驚いた。宅から一日離れただけですでに血を求めてうずうずしてる。この気持ちわからない。ずっとあなたみたいにこの世界を知りたかった。それが叶うのよ。他にもっと面白いことがあるなら話は別だけど。マグニのために盗賊を片付けよう。だが発見しても無理に突っ込むな。カラスの戦士団はお前が頼りなんだ。もちろん分かっております、首長。ご命令は必ず守ります。まさかとは思うが、からかってるわけじゃないよな。まさか鉄腕の戦士、狼傷のエイボルを、威厳の塊みたいな人物をからかうなんてとんでもない。あった、盗賊の野営地よ。よし、離れるなよ。動きを合わせろ。難しい顔をして眺めてればいいの？そういうことだ。
やったわね。暴れたいように見えたからな。さあやるぞ。マグニの馬を連れ帰りましょう。ゾクゾクしたわエイボル。私たちグランテブリッジの英雄ね。他にも困ってる人知らない？これだけ動いたんだから今日は十分だ。そろそろ定住地に戻ろう。お酒を飲むのは勝利を祝わない日？家でな。酒ならテクラが好きなだけ用意してくれる。エイボル、まだ出かけたばかりよ。どこか店に寄るくらいいいでしょう。とりあえず馬を返して、まだ喉が渇いてるなら探してみよう。マグニ、問題の盗賊は片付けたぞ。本当か？ありがたい。で、俺の可愛い馬はいたか？馬なら外でお前を待ってるぞ。無事か？神々に感謝だ。ありがとうエイボル。それとランビーもいないようだが。この辺りにいるはずだが。エイボル、こっちよ。これ見て。おいおい、喉がカラカラみたいだな。何としても酔っ払う気だな。あなたを呼ばせるのよ。飲みましょう。私に負けるのが怖いの？正直なところ少しな。何を始めるつもりだ？飲み比べ勝負よ。あなたと私で狼傷対タクの乙女。ランビー、タクの乙女はあんまりじゃないか。なら道中の女王。いいだろう、飲もう。よし。勝とうとしても無駄だぞランビー。100年早い。おかしいわね。なんだかいろいろ喋ってるみたいだけど、ありがとうランビーとしか聞こえない。それで満足したか？頭がガンガンする。満足どころじゃないわ。さあ馬に乗って酔いを覚ましながら帰りましょう。ああでもあと一箇所だけ。ランビー、定住地の近くよ。滝の近くに水没した塔があるの。そこに寄らせて。定住地の南にある丘の頂近くにあるわ。
行けばわかる。わかった、そこで最後だからな。そう見えないかもしれないけど、すごくワクワクしてる。そう見えるよ。もう出発か。ぜひまたお目にかかりたいな、ラビ。いつでも来てくれ。きっとまた来るわ、マグニ。いろいろありがとう。いやいや、こちらこそ。気をつけてな。町ではどうやらマグニの心を奪ったみたいだな。そう？まあ今に始まったことじゃないわね。称号を授けよう。心の略奪者、山賊狩りランビ。ぜひ名乗らせてもらう。スニバが塔について教えてくれたの。荒涼とした静かな場所だって。楽しみね。丸一日動き続けてようやく落ち着く気になったか。たくさん冒険したから、そろそろ休まないと。ちょっと気になったんだけど、あなたとソーマには特別な絆があるの？彼女のことを語るとき目が輝いてたよ。お互いすぐに親しくなったが、それがどうした？そうじゃなくて、彼女との間に何かあったのかってこと。それはどういう質問だ？純粋な疑問よ。ごくごく単純なね。お前が思うようなことは何もない。それが答えだ。それってつまらなくない？それもし私なら味見くらいはしたかも。軍団を率いて勝利と繁栄をもたらす頑健な市長の腕に抱かれるエイボル、絵になるわよ。最後のは風にかき消されて聞こえなかったことにしとこう。あら残念。見て、あれが例の塔ね。橋を渡ろう。スニバの話の通りね。何百もの冬を遡り、建てられた当初の姿を想像できる？地図を見ながら時々小さな人たちが隊列をなして大地を駆け回る姿を想像するの。今はこの遺跡を見ながら昔の人々のことを考えてる。ここが自分たちの記念碑になるなんて考えもしなかったでしょうね。想像力が豊かだな。てっぺんから眺めてみたい。行きましょう。先にどうぞ。手をかける場所に気をつけろ。足が風化して脆くなってる。地図の管理者にしては登るのがうまいな。家の骨組みを持ち上げたり、船の六材を叩いたりしてきたのよ。この手は力仕事で鍛えてきた。この景色、ノルウェーの子供時代を思い出す。よく森の向こうの丘を登ったものよ。心は冒険者だな。宅の奥にいる時は気づかなかったが、今日は毛皮をびしょ濡れにして塔をよじ登る姿を見られた。若い頃はやんちゃだったのよ。狩りや船旅をして野山を駆け回ってた。それがいつの間にかこんな風になってた。戦士団同士の和平のための婚姻、確かに重要だけど、自分がそうなるとは思ってなかった。お前なら立派なさすらいの戦士になれただろう。ヨムスバイキングのように自由な戦士に。私もそう思う。もしかしたら一緒に大海原へ船出してたかもね。略奪したり旅したり。戦場で相まみえた可能性もある。お前がシグルドと結婚して和平を気づかなかったら、今でも敵同士だったろう。そうね、それは言えてる。
今日はありがとう。すべての瞬間が夢のようだった。まだ目覚めたくないわ。なら目覚めるな。好きなだけここにいればいい。ええ。今のは一体。いえ、その。ごめんなさい。すべきじゃなかった。つい。謝る必要はない。シグルドはあなたの兄なのに。こんなの迷惑よね。でも頭と違って心は打算では動かない。きっと酒か、ここの空気のせいだろう。とにかく謝らなくていい。もうとっくに冷めてるわ。正直に言えばしばらく前からこんな気持ちだった。あなたを思ってる、エイボル。それは嬉しいよ。ずっと同じ気持ちだった。でも実際にこうなることは考えないようにしてきた。何度も打ち明けようと思ったわ。自分の胸の内を、そして願望を。でも立場上それはできなかった。もう気兼ねするな。今日は特別な日になった。馬に乗り、戦い、酒を飲み、そして笑い、あなたの世界を見せてもらった。言葉ではなく行動で。行動は言葉よりも伝わる。ガンビー。定住地に戻ったんだな。元気、エイボル。ランビー、なぜ急にいなくなった？仕事があるからよ。いつだってある。そうか。でもあなたと過ごした素敵な一日を忘れたわけじゃない。忘れてほしくない。なら目と目を合わせられるわね。心と心もな。ええ、そうね。また二人きりで過ごせるまで目標に集中しましょう。イングランドはまだまだ危険よ。まったくだ。さあ仕事よ。来てくれ。続きは寝室で話そうか。いえ、ここでいいわ。